逆サイドで手を上げている松田へのボール、松田がダイレクト、シュートが決まった。おー、抜けてきた杉浦恭平。このボールは力安から通った。杉浦恭平切り返す。杉浦恭平が来た。放ちます。長峰からシュート、ゴール前、杉浦恭平。大分と対戦した時も得点を奪っていますが、ベテラン杉浦きっちり決めます、ひっくり返して、さあここは杉浦に来た。塩には林が呆然と入ってくる。2対2の局面から出来上がっている。引きつけてシュートいった。杉浦から1本、中村たちに変わったボール、杉浦左足ボレー。